パリ,ゴリンバスケットボールの男女日本代表が現地に向けて出発した。普段は別々に活動する男女の豪華メンバーが集まり、肉を頬張った様子。支払いを担当した男子選手は、ダルビッシュ2体、女子のインスタにも登場しまくるとファンの話題を集めている。支払ったのは男子最年長33歳の比江島誠だったようだ。男女日の丸選手たちによる食事会。 肉や卵が並べられ、通路を挟んだ先には富樫勇樹、渡辺裕太、比江島、馬場雄大がいた。高田巻宮崎沙織、マウリー・エブリンら女子メンバーも楽しそうに食事。同じバスケ界とはいえ、限られたタイミングでしか集まることのない男女メンバーが英気を養った。高田はインスタグラムのストーリー機能で照れ笑いする日、江島の画像を公開し、まこぼち。 投稿宮崎もめっちゃいい人でした、比江島さんごちそうさまです。と涙目の絵文字付きで綴っていた、男気を見せた一連の様子が X 上で多数拡散。ファンも驚きの声を上げている、侍ジャパンでチームを引っ張ったダルビッシュ有を重ね合わせる声も、男子は27日のドイツ戦で初陣を迎え、女子は29日に7連覇中の米国と激突する。